はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマンシングサガ3リマスター版3周目トーマス、恒例の魔王伝からやっていきたいと思います。で、敵はすべてエレン・イエーガーの錬気剣で駆逐する。エレンの力、錬気の巨人の力で全てを蹂躙していきます。最初はね、ゴーン、魔王殿の奥まで行くぞ、立派だお前は、だから魔王殿の奥まで行こう、主を称えよ、主は幸いなり、いざ幸いの地へ、お前も駆逐する、電気剣で。一応ちょっと全体攻撃は打っておこう。後ろの二人はいいや。やばい、早い、やばいやばいやばい、エレンが死んだら終わる、死んだ大車輪、よかった、全体攻撃やっといて、あぶねえ。しっかり戦っていかないとね、ちょっと後の方とかヒットポイント不足になるからね。これでワープ装置完了。指輪プリーズ。じゃあな、また来るぜ。指輪をよこせ。ありがとうございます。ではアンナちゃん、アービスゲートのことこれ聞いておかないといろいろイベントが進まないんで、これは絶対聞いておきましょう。じゃあな、ちょっと今回ロビン入れますか。千オーラム、はした金だな、やめろ。老人をいたぶるとは許せん。ロビンどっち入れよっか。ロビンはロビンだけど、大丈夫なのか。この草は麻薬の原料だぜ、だから金になるんだろうが、俺が見てるよ。麻薬で人々の心とかか体と心を蝕みながら、己はぬくぬくと大金を得ようとは許せん。逃げられた。同胞で紹介。あいつどっから出てったんだ。みんな上から出てくけど、この倉庫穴だらけなんじゃないか。ヤーマスの町は自由だ。同胞で紹介の町じゃない。あいつどっから出てきたんだ。樽から出てきたぞ、左の。どっちも強いからね、ロビンは。みんな勇気を持つのだ、私はいつでも君たちの味方だ。ロビンと名乗る盗賊を法によって裁く。有罪、有罪と認める。火炙り、火炙りにする。 この状況でどうやって火炙りにするんだ。エアスラッシュでも使えるのかな。お疲れ様、ニセロビンさん。そう、どうなってるんだ。ロビンが2人も。こうなっても仕方がない、先生方お願いしますよ。今度こそ俺たちの出番だな。サクッと倒そう。フラッシュアロー弱そうだな。やはりここはエレン・イエーガーの錬気剣。レイピア装備してんだこいつ。耐えてる。しかしこの錬気剣の前では全てが無に等しい。なんか雑魚い敵しか出てこないんだけど、最初の方に来てるからかな。この錬気剣で
すべてを蹂躙する。あ、デブが入ってんじゃん。では仲間にしに行きましょう。ここの真ん中の倉庫に行くとロビンが出てきます。二人はね仲間にできないんで、細い方か。そうだな、君は帰っていい。4分の1の確率でデブが出てくるのかな。だ、基本的に細い方が出てくるんで、君はもう帰っていい。ひたすらここしつこい。大変だなこいつも、毎回毎回。またお前か。来たー、デブロビン、頼む、俺の役に立ってくれ。謎多きヒーロー、強いぞデブロビン。素早さ22、一番高いんじゃないか。サラでさえ21、剣レベルも25ってか、召喚レベル31あるんだけど、なんかクソ強えな。クリスナーが装備させよう。で、交流の鎧、武闘技、超保険の指輪装備させとこう。あとなんかろくなのがないからいいや、開けとこう。よし、これであと技、スクリュードライバー、召喚でドリルのように敵の傷をえぐる、女性に効果が高い。ちょっとかわいそうな技だな。さて何をつけるかっていうと、サザンクロスだけだな。これがあれば十分。あ、ファイヤークラッカー、いや、ファイヤークラッカーだったらヘビ剣で十分だからね。じゃあとりあえずロビンは今回入れていきます。ネズミ退治など任せろ。穴の中サクッと行こう。サクッと関係ないな、ネズミ退治。所詮ネズミなど俺の敵ではない。何匹来ようが一掃する。電気、このねデブロビンはね最初から覚えてるこのスクリュードライバー、これが強いんですよね普通に。まあ使わないけどね今は。ヘビ剣、大車輪、大車輪、フラッシュアロー1148、すべてのネズミを引き寄せる。雑魚が、お前なら拳一つで十分だ。出よう、野党退治やりましょう。悪党は許さん、駆逐する。これちょっとスクリュードライバー使ってみましょう。あ、そう、トーマスはねちょっと術を鍛えていくことにしました。普通に強いよスクリュードライバー。トーマって60も食らうんだ。いや、このスコールは全然攻撃力期待できないけど、今のところだともう武器レベル全然上がんないからね。だったら毎回毎回1回ずつスコールやって術のレベルを強化していきましょう。よし、剣武術アップ、金はいただいていく。ヴァンガード、いつもの殺されイベント。
家の中にトイレを作らないからそうなるんだ。これは教訓だ。トイレは家の中に作りましょう。何度でも敵を取ってやる。だから安心して眠っていろ。こんな奴らがうろついてたらかなり怖いよな。町の人は絶対倒せないでしょう。しかしそれも一撃で仕留める。あ、武器使ってたわ。ヴァンガードに入れてくれ。鬼火だろうとなんだろうと殴り殺すのに。あ、ヘビ剣の方が早かった。早いよね、デブロビン。マジ早い。ヴァンガードスイッチオン。動かない、帰ろう。イルカを回収して、ゲッ、戻ってきた。遠くへ、遠くへ行け。どこで紹介に行こう。これ買わなきゃいけないのがイカれてるよね。心の公約。今回トーマスなんで、ちょっとミューズとシャールを仲間にしていきましょう。ムマの飛躍。俺も飲もう、ミューズ様のためだ。何人でもいけるようですね。あと5人分しかないって言ってんだけど。あ、何人でもいけるけど薬が5人分しかないってことね。トーマス、ノーラ、エレン、ロビン、サラ、君は危険だ、待っていろ。まずは銀の手をゲットして、今回銀の手はシャールに装備させます。よし、銀の手を回収で、これをシャールに装備させることによって、腕力5、器用さ3しかないシャールのステータスが上がります。腕力23、器用さ19ですね。これで本来の力が発揮できると。ミューズ様、共に戦いましょう。今回はあなたを使っていきます。そう、あなたのために命を懸けてここまで来ました。絶対にムマを倒しましょう。まずは陣形スペキュレーション。ミューズ様、あなたを先頭に出す。ひどいな。誰だ、誰外そう。ちょっと待って、シャールは入れとこう。一応ノーラ外すか。じゃあで、槍不足なんだよね。だからノーラのブリッツランサー外して、ちょっとここら辺一回全部外そう。でミューズ様、オールレベル0、技ポイント0、術ポイント0。どうしよう。精霊石はまずいらない。竜輪の剣しようで、竜輪の盾、まあ、ミューズ様ちょっと防御を上げるために片手の武器を装備させて、盾は装備させておきましょう。で、竜輪の鎧でしょ。で、パワーグラブ装備させよう。これで腕力が2上がる。で、カムイのブーツ。で、本当だったら、なんだっけ、光竜の鎧だか武人の鎧だかどっちか分かんないけど、装備させて、さらにプラス1させよう。で、あとは、クリスナイフ。で、技はそもそも使えないから、このままいく。今腕力18でしょ。あとプラス1されるから、どっちかのあれ外そう。交換しよう。エレンかロビンかって言ったら、ちょっとエレン外すか。エレンの光竜とミューズの竜輪を交換する。で、光竜の鎧はオールプラス1なんで、これでプラス3。腕力19。
トーマスよりは高い、ロビンよりも高い。よし、問題ないな。じゃあエレン、竜輪の鎧行きましょう。まあ、ミューズはね、技覚えさせてないけど、そもそも技ポイントゼロなんで何も使えないからまだいいや。ミューズの力見せてやる、ムーマよ。楽しい夢の世界だと、そんなもの即座に。あ、どうしよう、トーマス一回スコールは唱えておこう。現武術あげたいから。で、サザンクロス、どっちが強い、サザンクロスとスクリュードライバー。ロングスピアになってた、そういえば。まあいいや。117、どうだ、ミューズ様の力発揮。結構食らうな。これはもう攻撃力は期待できない、ただの術上げ。友人劣化剣3920、スクリュードライバー1249、ロングスピアの無双三段1500か。おお、ミューズ、ミューズはどこだ。ここにいるじゃないか、戦闘にいるぞ。竜輪の剣を携えて、そして竜装、スマウグの力も見せてやろう。ちょっとサザンクロスも使おう。ミューズよ、愛しき娘よ、お父様はもういないのよ。叩き切る、悪夢に打ち勝った。ミューズ様が起きた。マクシムス、夢見る宝石とか別にいらないしね。銀の手は消えない。で、今ちょっとこのメンバーなんで、誰外す、サラ外すか。サラはまあここまで強くなってもいいでしょう。いいものを装備してんなお前は。で、さらにもう一人外さなきゃいけないから、ノーラは入れておくか。エレンちゃん外そう。団長の思い出、エレンを外す。シャールよ、来てくれ。ミューズ様、クラウディウスの中心、元気になってよかった、仲間にする。旧市街の女神、女神を仲間にしてしまった。で、こっからスペキュレーション、さすがにミューズ様後ろだな、これでいいか。で、ここにあとはハーマンが入るんで、当分の間はこれだな。で、あとノーラをどうするか、この3人はもう固定で、シャールは主張覚えてるんで、まあ31あるから当面槍を使っていこうと。シャール、ロングスピアからブリッツランサーで、銀の手、竜輪、強化道着、ガードリング。ミューズ様はこれでいいでしょ。光流、あ、そうか、ノーラ一回外したんだっけ。槍だらけだな、槍が足りん、槍の本数が全然足りねえんだけど。ちょっと一回ノーラ揃えよう。デュエルマスター、あー、あと微妙だな。角カットでいっか。やばい、ノーラが、ノーラのものがない。ちょっと倉庫あさろう。ではイルカを探しに行こう。ヴァンガードを動かすのに必要なんだ。連れていく。財宝の洞窟、ミューズ様のデビュー戦は財宝の洞窟。スペキュレーション、さて毎回腕試し、ドラゴン戦行きましょう。ちょっとここはガチでいくんで、サザンクロス、無双三段で、無双三段で、トーマスももう無双三段、竜輪の剣、技が打てない。ミューズ様、技ポイント3しかないから今。電撃上3人、
いやーギリギリ耐えられんな。こっからガチ無双3段、これ無双1段目、無双2段目、そして無双3段目、徐々に火力が上がっていく。これが無双3段。火力は下がってるし、流装スマウグなのに。まあいいや、倒した。イルカ像はいただいていく。カエルにはヘビ、見せてやろう、ヘビ剣の力、一撃。二撃決殺。よし、術レベルアップ。よし、ミューズ様、剣レベルアップ。イルカ像ゲット。あれ、ちょっと待って。イルカ像ゲット。それではトレードの方をやっていきましょう。正面の部屋にお客様がいらっしゃっていると。君にぜひ会いたいそうだ。というわけでここにフルブライトが来てます。話を聞きましょう。君がトーマスくんだね。私はフルブライト23世だ。フルブライト紹介の。では西王様を助けた。フルブライト12世は祖先だ。フルブライト家は君の一族とも関係が深くてね。まあいい、昔話は今度ゆっくりしよう。ここの主の話では君はできる男のようだね。ミューズ様の信頼も得たようだし。そんなこともご存知なんですか。私の仕事にとっては情報が一番大事なものなのさ。君の能力を見込んでの話だが、私の仕事を手伝ってみないかね。かなり面倒な仕事だがね。やりましょう。フルブライト紹介というのは一つの会社ではない。たくさんの会社が紹介に参加しているのだ。参加する者が増えればそれだけ紹介は大きくなる。君には新しい紹介を運営してほしいのだ。私がやればいいと思うだろうが、まあ聞きたまえ。クラウディウス家はメッサーナの有力な一族だったが、同時に大きな商人でもあった。その下にはいろいろな会社が参加していたのだよ。クラウディウス家が没落し、グループはバラバラになった。最近怪しげなグループがそれらの会社に職種を伸ばしているのだ。我がフルブライト家は伝統があるがゆえに、そういう場面に表立った行動がしづらいのだ。そこで君に紹介を作ってもらって、それらの会社を君の紹介に参加させていってほしいのだ。引き受けてもらえるかね。やります。そういう会社の情報を扱っている人間がいる。すぐに分かる場合もあるが、身を隠しているもの、別の仕事をしているものといろいろだ。彼らの情報に従って君の紹介を大きくしてくれたまえ。この家の主もそういう人間の一人だ。まずは彼に話をしたまえ。ということで、このイベントが始まると、該当する人物が物件屋さんみたいな感じになります。で、こいつもそう、1億オーラム目指して頑張りましょうということで、まあ見るのは物件買収でいいでしょう。これどうやって見るんだっけ。総資金が10万円からスタートね。フルブライト紹介所有のもの、これ手出してもまずいよね。メッサーナワインは、メッサーナシュガー、これ安いけど17,000円、相場が104,000円か。手数料が10,000円。え、どうなの、高くね。相場20万円、23万円。え、なんか手が出せる。これ絶対無理でしょ。264万円。ラファエル紹介は無理だよ。ビンさんと21万円。見せ物小屋、安いけど収支がマイナスになるから今いらない。ピドナホテル1580万円、半端ない。魔王殿もマイナスだな。まあそりゃそうだよね、こんなとこ誰も来ないからね。観光地にすらならない。メッサーナシュガーがじゃあ一番いいかな。ちょっとメッサーナシュガーに手出してみようか。どうなのこれ。まあやろう。で、基本的にはグループ技で対抗します。予想額69万円。あ、いけそうだな。結構くれるね。77万円。これこのまま押し切れるかな。5万円、1万円。あ、余裕だな。よし、押し切った。メッサーナシュガーゲット。じゃあ次はピドナ水産。
これも安い。ピゾナコットンも安いよね。メッサーナキャラバンが所有してんのか。メッサーナキャラバン結構強かった気がするんだよな。なのでピゾナ水産を買収しましょう。17万円のクラウディオスが78万円、72万円、まあ大体70万前後は引き出せる。頼む、もうこれ以上、これ以上俺物がないんだよ。この普通の資金の要求ってそんなにくれないんで。どうだ、いけるか。このまま、このまま、よし、押し切った。ピドナ水産他なんかある？いやー、コットンはちょっと怖いな。95万、いやめちゃくちゃ超高いんだけど。ヴィンサント本社、要はこのピドナコットンってメッサーナキャラバンが所有してるじゃないですか。でそうするとメッサーナキャラバンを敵に回さなきゃいけないんですよ。でメッサーナキャラバンってここにある通り相場が7528万するんで、要は物件は安いけどこいつを敵に回すってことなんですね。だからちょっと手が出しづらい。だったらこういうヴィンサントだったら、ほらヴィンサント本社じゃないですか。要は自社物件なんで、自社物件って呼んでいいものか分かんないけど、要は敵も弱いっていう。物件も安いし、ヴィンサント本社は多分他に何も持ってないと思うんだよね。というわけでヴィンサントだけちょっと回収していきますか。クラウディウスで、これ今青ですけれども、要はグループってどれだ。クラウディウスって集まりなんですよ。要はどれか分かんない、ハンス紹介となんか、ハンス紹介となんかの集まりで、色がね赤くなればなるほど物件が死にやすいんですよ。物件死んじゃうと手放すことになっちゃうんで、あんまり危険なことはしたくない。黄色になるとちょっと危ないよねっていう。赤はもう絶対やらない。 OK、 じゃあヴィンサントも手に入れて、シノンで放牧が始まりました。ここはもういっか、こんなものでやってまいりました。アケ、何をするかというと、みんな大好きジャングルフィーバー、これを覚えに行きます。いけるはず。まずは物件、安いやつから買い取っていこう。131無理だな。138 458 50 42、この 2つだな。コパルカンパニー42万だったらいけるはず。100万引き出せる。よし、116万、あとはこのまま押し切る。てか俺技持ってないな、何もできない、あとは見るだけ。23万、1回で押し切りたい。いけるか、いけそうだね。OK、 コバルカンパニーゲット。では次、もう一つあったのがアケの木材。アケサトウキビとかもうまくいけばいけそうだな。ちょっとまずアケの木材を回収しよう。でグループ技はこれか、見ればわかるか。ハンス紹介とメッサーナ弁当農場、2つあればグループ組めるんで、ここを買収できればジャングルフィーバーがとりあえず組めるはず。でジャングルフィーバーさえ組んじゃえば、あとはそのジャングルフィーバーのグループをどんどん買収して強化していく。これを元手に他の地域へ進出していくと。よし、これはいったな。で OK でしょ。明け木材、イメージダウンの知識を得た。正義を解く。じゃあ次は安いやつ、ちょっと高くなってる、毎回高くなってるの。明けサトウキビ農場、よし、これにしよう。
122万で、まずクラウディウスやって、で一旦金出しておいて足りないけど、ここからアケ木材、いや来ない、ちょっと待って、アケ木材、メッサーナシュガーじゃなくて、あとなんだっけ、さっき手に入れたのコバルカンパニーか、いや来ないぞ、これちょっとちょび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 、うわ黄色くなっちゃった、ちょっと開け木材12万、自利品だな、ちょっと一回クラディウス引き出そう、これでもう無理だ、え、ジャンクルフィーバーちょっときついか、3つ手に入れればいけるかな、ギリギリの戦いだ、今までで一番厳しい、もう向こうも資金力尽きたかよし押し切れる、よし押し切った、明けサトウキビ農場おもてなし、買収工作を受けてるメッサナシュガーラファエロ紹介か、今回守りですね、なので先に資金が出てくる、一回やって、あとはだからジャングルフィーバーピキーンってねひらめくんだけど、ひらめかないね、コバルカンパニー、あ来たジャングルフィーバー1015万、これは勝ったな、これよジャングルフィーバー、じゃあどんどん買収していきましょう、調子に乗ってるとあれだからな、200万、オーロラコーヒー140万か。しょぼいな。983万。ちょび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 積んでっても無駄だな。で、オーロラコーヒーを買収することにより、さらにジャングルフィーバーが強くなるんで、まずはジャングルフィーバーを完璧にする。順調だね。で、アケスパイス674万か、これもいけそうだな、買おう、ガンガン行こう、もうアケすべて買収する、ジャングルフィーバー1697万、アケスパイスもジャングルフィーバー一族だよね、だからまずはアケを、いけ、結構出してきたな、アケを買収する、ちょっと駆け引きやる、おもてなしでもしとく、1万円だし、今夜っていうかさ、もう勝負決まりそうだけどね、あ全然決まんなかった、よし OK、 アケの物件は全部支配下に置いた、それでは次はグレートアーチだな、そうするとで、グレートアーチの物件屋さんはこの子なんで、話しかけるといつもの画面が出てきます、78万、安いな、あ先にこういうちょっと安いやつ買収してもよかったかもね、安全をとって、まあでもいいか、安いやつから買収していこう、ここも全部いけるはず、ゴットンフィールズ、ジャングルフィーバー3600万、ガチで強え、もうこんな金見せつけられたら、てかこの金どこに行ってん、3400万ってゴットンフィールズに入ってんのかな、ランキング入りを果たしました、20位、早いな、さてもう一ついきましょう、どっちだ、サザンティンバー、マッキントッシュ海運が所有してんのか、あここゲトロピコシュガードフォーレ紹介だ、大丈夫かな、まあいいや、ここら辺の物件はあまり気にしないでしょ、社長の声に入る前にきっと買収が終わる、んなんだそんなとこみたいな、まあなっけ、来た、強え、さすがに危ない、偽情報を流す、20位、ドフォレ紹介か、マッキントッシュ、いやドフォレ紹介手を出そう、こんなところ気にしないはずだ、ドフォレ紹介はこんなリゾート地みたいなところ、こんなところに金を出してる暇はないだろう、いやそこそこ出してくんな、やっぱり
サザンティンバー、マッキントッシュ海運来たか。総資産3位の2億9000万の持ち主だからね。もうさっさとジャングルフィーバーで。うわー、アケが、アケがいなくなってしまった。そう、これね、なっちゃうんだよね。で、そうすると多分買い戻さなきゃいけないんだよね。まあジャングルフィーバーがあれば大丈夫。物件守ったとはいえ、どこだ、あっちか、アケのところか。ちょっといいよ、先にこれを買収しよう。4000万、大丈夫だからね。一回一回本当だったらセーブした方がいいんだよね。やっぱり独立の危険性は常にはらんでるんで。よし、 OK。 うん、順調順調。ちょっと開けに行きましょう。開けスパイス、これを買い戻します。高くね、こんな高かったっけ。まあいい。アケスパイスってどっかの持ち主いないよね。多分アケスパイス単独で持ってるはずだから、そんなに資金力はあるわけじゃないと思う。俺がいいように運用してやるよ、アケスパイス。なぜ独立した。よし、これでジャングルフィーバーとりあえず完成。あとはひたすら買い漁る。じゃあ適当にキドラント、キドラントは蝶々ですね。キコリのペーター、スバイク紹介か。まあいいや、買おう。もうジャングルフィーバー、ひたすらこれで押す。てかスバイク紹介のやつだったらクラウディウスでも良さそうだよね。買収受けてる。買い戻しに来たか、キコリのペーターを。そんなに必要か、キコリのペーター。大した金出してこないしね。一応ラムも出してもらえなかったとか、悲しいな。物件独立工作、じゃあ次ハンターのニルス本社、これも買っとくか。クラウディウスでいけるっしょ。メッサーナ弁当農場がかなり安全だからね。俺の傘下に入ればいいハンター生活ができるぞ、ニルスよ。ハンターニルスゲット。ドフォーレ紹介、なんだ、何欲しいんだ。トロピコシグアか。ここはもうジャングルフィーバーでいこう。8000万、一気にドフォーレ紹介を押し切る。プレゼントとかケチだな。ドフォーレ紹介プレゼント作戦に入ってるぞ。で、あとは気候職人、ノエル本社。こいつ超安い工芸家、フィルジニー。全然儲かってないんだ。これ高え。ボルグ鉄鋼、鉄鋼が儲かんのか。まあこの人は職人は大変だよね。俺の傘下に入れ。そうすればいい木材を仕入れてやる。アケからね、いい木材を仕入れることができるから、その木を使ってくれ。ささやかなプレゼント、ラファエロ紹介。メッサーナシュガー人気だな。これも一気にジャングルフィーバーで決めよう。立ちはだかるものは容赦はしない。7900万、
ちょっと一回セーブをしよう。じゃあ次、工芸家ビルジニー、これも救ってあげよう。これは買収ではない、救いだ。こういう売れない人たちを自分の会社に引き入れて才能を引き出してあげる。フルブライト演説、結構有効だった気がする。じゃあ最後の物件、ボルグテッコ、これも手を出そう。7161万、かなり高い、かなり高いけど行く。ジャングルフィーバー2回出せば、うわあ1億。でボルグテッコってもうこれで終わりだと思う。終わりじゃない、来やがった、やばい。ジャングルフィーバーが赤い、449万。クラウディウス、いやこれだけ見るとほんとちょびちょびだよね。次来たらまずいぞ。これでなんとかしのげるか。これフルブライト演説使おう、3万円。フルブライト頼む、演説をしてくれ。いやもうボルグテッコ資金尽きたか。いや資金尽きたね、よしボルグテッコゲット。総資産もう8位だよ、ランキングベスト10とか。あ、1億コーラもいった、一気にいったな。 OK、 よく頑張ったな、おめでとう。少ないが受け取ってくれ、1万オーラなんかさ、ここ音楽が流れないのがなんか哀愁漂うよね。君には才能があるようだ、よかったらウィルミントンの私のところを訪ねてくれ。あ、そうだね、フルブライト入れるか、せっかくだから。じゃあノーラ外して、ロビン、シャール、ミューズ、フルブライト、トーマスはこれでいこう。ノーラめちゃくちゃ強かったんだけどな